とことんやりこむ、どうもなおちんです。さあ今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はですね、ガチャゲンだけどもちょっと残念な装備を紹介しようと思います。まあガチャゲンの装備結構あるけど、残念なやつもいくつか混ざってるのよ。それをね、ちょっと今日はお見せしていきます。残念な装備その1、にゃにゃんにゃパンチだね。これ何がいけないかっていうと、スキルがダメなのよ。変身ゲージが溜まりにくいけども、人間の時の攻撃力が 50% アップ。変身して戦うことってまずないよね。まず変身ゲージを貯めなきゃいけないっていうゲームなのに、溜まりにくくなるっていうのはとてもやるせない装備だ。うん、にゃにゃにゃパンチは攻撃力はあるけども残念な装備だね。続いては同じく武器での残念なやつだね。映画のスケートシューズ、これのダメなところはスキル、クリティカル率上昇するけども非クリティカル率も上昇するってやつ。この人間の間でクリティカル率が上昇したところであんまり意味ないし、逆に食らいたくないのに上昇しちゃうから、これはねよろしくない。続いてはこれ、お出かけグッズからキュートな日傘。これもねスキルが全然良くない。クラブサポートの時に 5% でアイテムを2個投げてくれる。2個投げてくれるのはいいけども 5% って、これ装備したところでほぼほぼ1個しか投げてくれないから意味がない。これ装備するぐらいだったら別のやつした方が断然いいね。そして4つ目、これも同じくお出かけグッズなんだけど、お手軽自撮り棒。これもスキルが全然ダメ。バトル中食べ物を食べても 5% で消費しない。 5% どういうことだほぼほぼ消費する。うん、まあ接触スキルと合わせると若干マシになるかもしれないけども、まあこれも装備しないよね。では残念な装備を紹介したけど、次はこれは良かったなっていう装備を紹介していくね。まず1つ目、武器のジェットブーツスカイ、これは良かった。常に素早さが 18% アップするのよ。だから単純に夜の学校での使い勝手がめちゃくちゃいい。これはね当たって良かった装備だね。続いては音楽武器の大応援団メガホン、これは使えるのよ。なぜかって素早さをアップさせる能力がついてるの。これを、自分が使ってるキャラじゃないのにつけて、自分の使ってるキャラクターの素早さを上げてやる。そしてそのキャラクターに、さっきのジェットブーツをつけてればすごい速さでね移動できるから、本当に夜の学校が楽になる。これは当たってよかった。次は片手武器だね、修羅の竹刀。これもね、すごく使ってたんだけども、レベル600になると使えなくなったんだな。自分のレベルが500台とかの時に、このスキルは使えた。自分より強い敵と戦う時に攻撃力が 16% アップする。うん、他のスキルがダウンせずに単純に攻撃力が上がるっていうことで結構使えた。うん、まあふとした時にね自分の変身が切れることがあるんで、その時にこれを装備して攻撃してたかな。うん、これも意外といい装備だったよ。次はね、両手武器の野球人のバット。まあこれは多分俺が特殊だからかもしれないけども、スキルが良かった。防御力が 20% ダウンするけども攻撃力が 60% アップする。空花先輩を、使う時、うん、まあ
縛りプレイだよね。縛りプレイで空花先輩使うときに装備させるとかなり強くなった。うん、まあそれ以外はあまり使うところないと思うけども、まあそこピンポイントでなかなか使えた装備だったね。次は防具。動画でも紹介したけども、まずはこれヒロイックマント。これはね、素晴らしいスキルがついてる。回避成功時に素早さが 10% 上がる。めちゃくちゃいい。これ1回回避すると 10% だから、2回回避すると 20% という感じでどん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 増えていって、最大 100%、 2倍までアップするのよ。これはね、めちゃくちゃ使える。移動速度も速くなるし、攻撃速度も2倍になるから、単純に戦闘力がガンガン上がる。そしてこの防具も最高だったね。最新式宇宙服。スキルの急所ガード。クリティカルダメージを受けなくなるのよ。これがね、すごくいい。まあ、どのキャラでも使いやすい防具だけども、特に芸能人ガクトのジョブを装備するときに、これはね、めちゃくちゃいい。あれはね、回避しないと、進化を発揮しないジョブだから、これをつけとくだけで生存率が全然違う。もう気にせず敵の真ん前で回避をね、狙っていけるので、この装備は俺めちゃくちゃ良かった。もう一個欲しいぐらい。はい、ということで今日はね、ガチャゲンだけども残念な装備、そして俺が入手して良かった装備紹介しました。まあガチャね、俺結構回してる。もう1000回以上回してるけども、まだね、出てないやつがある。結構あると思う。うん、まあそれもね、今後また狙いながらね、行きたいと思います。そしてめちゃくちゃいいのがあれば紹介するから、ぜひね、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。